本日は、溶岩レールババグーリのケトル、こちらを注文して、届きましたので開封して白湯を飲んでみたいと思います。この溶岩レールのこのケトル、まあ夜間なんですけども、これね、お家を建てたいなーってうちの奥さんと話してて、それでそしたらインスタを見てて、そしたら、建築すごいかっこいい建築家が沖縄にいるんですね、スタジオコチ、なんですけども、そちら、まあ、自宅兼、まあ、そういう事務所みたいなところです。すっごいもうこのまずお家がまずすっごいもうねかっこよくて、でそのもううちの奥さんともドストライクも自然の中にあのお家が建ってて、でまたお家と自然が本当に融合している家で、でめちゃめちゃシンプルなものが全然ないんですよ。ただ一点一点がめっちゃかっこいいし、あのすごいなんていうんですか、この空間と調和して、また沖縄なのにですね、クーラーつけないで、涼しいんですよ。で、風と光と影とか、そういった自然の、豊かな色彩というんですかね、そういったのをすっごい生かすのが、うまい方で、これはかっこいいぞっていうことで、そこでもちょっと説明を、こういうお家作りたいんですとかね、話をしながら、ただあちらからもこう話を聞いてる中も、とってもこの事務所がかっこよすぎて、2人でキョロ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 してね、お話、いちいちもかっこいいコップっすねみたいな、でこの、椅子とかもわざわざこうスリスリ触ったりとかですよ、なんだお前ら勝手に来て何をキョロキョロしてんだっていう感じだったんですけど、そこもねすごいよくしてくれて、あよかったらこの椅子座ってみますかって言ってくれたりとか、でその中にあったのがこの溶岩レールのババグ、溶岩レールのババグーリのケトルだったんですね。でそれがね、銅でできてるんですよ。でねすっごいかっこよかったんですよね。前回 の南部鉄器もご紹介したんですけど、これね南部鉄器の左右の美味しさもあるし、また銅は銅でね、使えば使うほどこちらもやっぱりまずそもそ もう見た目がかっこよくね、経年変化していってかっこよくなりますし、味もね、そちらではまさかいきなりってかっこいいから左右飲ませてくれとはなかなか言えなかったんですけど、いつかねこのケトル欲しいなって思って、これどこのなんですかっつって、あ溶岩レールのババグーリのケトルですよって教えてくれて、これねいつか買おういつか買おうとしてて今回届きました。はい、開けます。はい、でねこれそもそもこの溶岩レールさんっていうあのデザイナーの方が、いらっしゃって、自然を この方もですね、すごい手作りにこだわって、いらっしゃったということで、で溶岩レールという、ブランド、そしてそこからですねまた、より、精巧な、カジュアルな、なんていうんですか、デザイン展開をしていくぞということで、新たにまたババグーリという、ブランドですね立ち上げられたということで、で晩年はですね、沖縄で石垣島かな暮らされてた、ということで男性の方ですね、溶岩レールさんがいらっしゃったということです。そして、今お店がねいくつか、日本中にもですね何店舗かですね、福岡、京都、また仙台、そして北海道等にも、あります。開けてみましょう。さてでね、これ普通に探してもやっぱりインターネットで出てこないんですよ。でじゃあちょっとショップの方に電話してみようということで、ブログを見まして、そしたらですね北海道のお店の方にですね、2021年の6月ぐらいのブログの方に、この3種類展開してるんですね、大中小と、それで、そのブログに入荷しましたってあったので、まあ、6月の記事だかけど今まだあるかなと思って、ちょっと北海道の店舗の方に、ご連絡させてもらえれば、まあ、3つ開きますよということで、で、まあ、サイズもお伺いしてめちゃめちゃ詳しく
明してくれて、じゃあこのサイズにしようって決めて、どちらにお送りしますかってことで沖縄ですって言ったらですね、まあ、北海道から沖縄だと送料かかっちゃうので、よかったらもう少し沖縄に近い福岡の店舗、こちらの方でご紹介しますので、そちらの方にお問い合わせしてみたらいかがですかとか、そって電話番号も教えてくれて、あと京都店もありますよっつって電話番号も教えてくれて、そこまでサイズも測ってくれてね、そのまま売っちゃえばいいところですじゃなくて、やっぱりこの、沖縄でから購入するっていうことを聞いてですね、じゃあ福岡からがいいんじゃないかっていうことで、そんなことも言っていただいてですね、ありがとうございますって言って福岡の店舗の方にご連絡しましたら、やはりこのコロナ禍ですけども、すっごい早い、この対応でですね、本当に、あれは日曜日に注文して、木曜日には届きました。すっごいですね。ということで開けてみたいと思います。ちなみにですね、私たちは中のサイズを購入しました。見てみたいと思います。初めては最初しかないのでね、そう、初めて見るのはもう最初の1回しかない、2回目はもう初めてじゃないです。だから初めての出会いって早く開けろって言われて開けてみたい。さて値段がですね、中は、3万、いくら、ちょっと後ほどご紹介しますけども、2.5 リットル入って中を私たちは購入しました。うん、おまずこういう風に領収書が入っていますね。ちょっと見ましょう。領収書こんな綺麗にいいのにね、わざわざやっていただいて、うわ嬉しいですよ。値段いくらかな、ちょっと見てみますね。はい、銅のケトル、今のまあいろいろやっぱりね、時期によって金額が変動するとは思うんですけど、中で3万円、あ3万円かで、送料が、沖縄だと2660円で、代引き手数料で600円、36586円ということで、でもねこれでまた一生使えるわけですよ。で3万円の白湯が飲めるっていう日々が、南部鉄器もね、うん、あれも1万円2万円の白湯だった。あ見てこの入れ、かわいいですね。またこの、袋もですねふわふわしてて、非常にですね、ババグーリ、溶岩レールは自然の優しさだとか、この柔らかさ、うん、生地の、素材を大切にされているということで、やっぱりこういった、入れ物の中の生地もですねふわふわしてて、なんかすごいドキドキを演出してくれてます。さあもう一枚あります、取ります。じゃん、かっけー、映ってますよね。これはいいぞ、これ置きますね。うーわかっけー、うわこれまたね、ケトル種類があってね、早く見せろっていう話です。じゃーん、うーわ、なんかCG みたいだね、ですよね。かっこいい、この色。ちょっと見てください、これ。どうですよ。ちょっと置きますね。うーわー、これはかっこいい。はい。じゃん。これですよ。感じです。ねえ、これがね陶になってるんですね。陶という素材の木材になっていまして、でもう一つの種類でこの持ち手の方がですね、こう金具になってて、くる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 って渦巻いてるものもあります。でやっぱりですね、このなんていうんですか、まずそもそもがこの銅の色合いのかっこよさ、そして光の当たり方によってですね、こうグラデーション、影、黒さが出るんですよね。少し影がこの辺で出たり、こう形によってこう見える場所に影ができて、で光とこの影がですね、こう持ち方によって変わっていきますし、どっから見てもやっぱりこう、ここが影になってここが明るくなってだとか、うん、で塔の部分も、銅と、まあ、似たような色合いになってますので、やっぱり色の統一感がありますね。で一点一点手作りにこだわ
また頭のこのほらチョンの部分、これかわいいっすね。コンコンコンコーンってやったんだねって感じがしますね。コン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 コーンと何かで打って丸みを出したっていうことが見て取れるような可愛さですね。まあどうだけにみたいなこと言うのもあれですけど、どう見てもまあ手作りですね、やっぱり。これ機械で大量生産して作ったぞっていう感じは見えないですね、やっぱり。満水容量が 2.6 リットルです。これは空だけはしないでくださいって書いてます。でまた、スチールたわし、磨き粉などを使用しないでください。取ってまたは握りの部分が熱くなる場合があります。ストーブの上で使用しないでください。使用後はすぐ、使用後はよく洗って乾燥させてください。手作りのためサイズにばらつきがあります。それでいいんです、それがいいんです。お買い求めの際はサイズをご確認くださいということで、こちらはドーケトルの小中大っていうふうに今お伝えしたんですけども、何だったかな、小と中が、あ、大と小があってその下にあるんですね。だから小中大ではなくてその下と小と大みたいなことですね。 1.7 これどう読むかちょっと後ほど、紹介してお伝えします。はい、こちら中開けてみましょうか。うわ、かっこいいな、やっぱり。はい、何か説明書が、ドーケトルのお取り扱いについて書いてあります。さて中一緒に見てみましょうか。じゃーん、すごい深いですね、やっぱり。深みがあって、このここもかっこいい、このこれですね、中の部分、ほらなんか洞窟の入り口みたいな感じになってて大きくなってますので、かっこいいね。で中もやっぱりですね、光の入り具合と影がなるところのグラデーションがかっこよく見えてきます。そして蓋ですね。はい、蓋も、このようになってますね。光をきれいに弾きながら可愛い形になっています。これね、やっぱり、何十年使い続けると場合によっては落としたりね、するんですけども、その落としたこのへこみ具合とかもやっぱり絶対味が出てくる、そういったものになっているのかなと思います。本当に世界に1点だけのケトルですね。いやー、これはいい。かわいいね。これが、真ん中のサイズですね。 2.6 リットルです。さてこれで、次回は、白湯を飲んでみたいと思います。以上です。心の中の思いが口に出せたらな、君の気持ちがいい。